春日井市に昨日グランドオープン、イーアス春日井。オープン初日の昨日は開店待ちになんと500人を超える大行列が。人気のあまり30分前倒しでオープン。そんなイーアス春日井、注目は売り場面積日本最大の無印良品、東海地方初登場のグルメも続々。昨日オープン大型商業施設イーアス春日井もうなずキング。今週金曜日オープンしましたイーアス春日井、ここにはユニクロ、GU、そして H&M、 トイザラス、小島、ビッグカメラ、さらにご覧の通り大量のクレーンゲーム。世界最大級400台のクレーンゲームがあります。ラウンド1など61店舗が大集結です。昨日金曜日、春日井市の国道19号線沿いに市内最大級となるショッピングモールイーアス春日井がグランドオープン。ファストファッションに家電などおなじみのお店から東海地方初登場のグルメまで全61店舗が集結。注目のお店がこちらです。無印良品さん、なんと売り場面積は日本最大です。いきます。どれくらいの大きさがあるんですか？大きさは約1650坪あります。1650坪、例えば、はい、普通の無印良品3つ分ぐらいです。ちょピンとこなかった、ごめんなさい、はい、例えば何ですか？私が最初に店長したお店が165坪だったのでちょうど10倍のお店です、はいはい、すごい、はい。売り場面積なんと日本最大の1650坪。アパレルやインテリアから食料品に収納用品などおよそ1万種類20万点もの商品が並ぶ無印良品。普通のお店ではあまり見かけないゴミ箱やティッシュボックスといった日用品が店内の大通りに屋台風のショーケースで販売されていたり、コーヒー豆やナッツ、ドライフルーツなどを量り売りで販売する専用コーナー、これいいですよね。でさらに地元春日井らしさを打ち出した注目のエリアが、こちらは中央広場という場所になりまして、春日井の、まあ、情報だったりとか人とか物とかことがこう集まってくるような、そういうつながる場所になってます。無印だけじゃなく、はい、そういったもう本当地元のいろんなお店、はい、人、はい、物ことが集まる、はいはい、お店の中央に広がる広場のようなエリアには地元春日井の飲食店や特産品を扱うお店がポップアップで出店、自社の商品を売るだけでなく地元を巻き込んで盛り上げていこうという試み。春日井市の中で有名な二つ星さんというフレンチのレストランなんですけども、はい、無印良品の商品を使ったオリジナルのキッシュを販売していただいてます。うわ大好き、無印のバターチキンカレーとグリーンカレーを使ったキッシュ、はい、こちらは地元で人気のフレンチレストランのポップアップショップ。無印良品の人気商品バターチキンカレーとグリーンカレーを使ったキッシュです。お店の中には誰でも自由に使える休憩スペースがありまして、電子レンジやウォーターサーバーも自由に使うことができるんです。無印のグリーンカレーをコラボしたキッシュいただきます。キッシュのサクッとした感じと周りのチーズのうまみ、そこに大人気の無印さんのグリーンカレーのこの程よい辛み、スパイシーさがよくあって本当美味しいですね。美味しいですよねこれ。その他日本最大の売り場面積を誇るイーアス春日井の無印良品では
春日井特産のサボテンなども販売。既存の店舗よりもより地域とともに歩んでいくお店作りを目指しているんです。こちら食用のサボテンも売っていました。さらに店内でも一番の推しポイントだという売り場が。当店の一番の売りが収納売り場になります、はい、収納用品という括り以外の各売り場に散っているものも全部集めたっていうのは世界最大の収納売り場になっています。無印良品の各ジャンルから収納に使えるありとあらゆる商品を集めた、店長さん曰く世界最大の収納品売り場。ラックや棚の色違い、素材違い、サイズ違いはもちろん、皆さんも一度は見たことがあるんじゃないでしょうか。半透明の収納ボックスはサイズ違いだけで一つの玉が埋まるほど、そしてハンガーも素材違いだけで一つの玉を埋めるほど、この収納用品コーナーだけでおよそ3000点もの品揃えなんです。ではクイズです。新しくできましたイーヤス春日井の無印では、お店、他のお店にはないあるサービス、これを行っています。一体何だと思いますか。ハンディインクジェットプリンターっていうので、実際ビューッと文字を転写することができるサービスです。あ、じゃあこれ何でもいいわけですか。文字だったらできます。こちらのサービスは無印良品初めてのサービスとなりますので、このお店だけで体験していただくことができます。うわ、全国で初のサービスというラベル印刷サービスです。購入した商品に好きな文字を入れてもらいます。同じデザインの商品をまとめ買いしまして、ラベルで中身を判別するといった使い方ができるんですよね。店長のお家もやっぱりものすごい綺麗になってるんですか。そうですね、私の妻が整理整頓が得意なので、はい、奥様も無印の方。前昔働いてました、はい、うわーすごいな、お家綺麗ですかって聞いて、そうですねって言い切れる人初めて会いました素晴らしい、やっぱそれぐらい自信を持ちたいものだ、はい、収納売ってるスタッフなので、はい、すごい奥様と、はい、さらに収納売り場にはもう一つの特徴が。社内の検定に合格し、インテリアアドバイザーの資格を持つスタッフさんが常駐していて、各家庭の悩みに合わせた商品や収納テクニックを教えてくれるんです。皆さんいろいろ相談あると思います、はい、一番多い悩みは何ですか。今はですね、キッチンの収納が一番多い相談になっています。自宅で食事する機会がぐっと増えた最近、キッチン収納のお悩みを解決するテクニックがショールーム風の売り場にありまして、ここは見た目だけではなくて、引き出しの中も使いやすいキッチンを表現しています。あ、すごい綺麗に、こう仕切りがあるから綺麗にはまるんですね。うわ、こんな綺麗にしてみたいこういう、これもいわゆるキッチン用の仕切りが売ってるわけですか。いや、これはキッチン用の仕切りではなくてですね、ファイルを収納するボックスです。キッチンに入れると、はい、キッチン内の収納、そうですね、仕切り区切りができると、はいはい、さらにお皿を重ねてしまうのではなく、こちらも書類などを立てるグッズで1枚ずつ縦に並べることで、使いたいものがすぐ取り出せるようになるんです。我々でしたら本棚だな、ブックエンドだなしか思い浮かばないですけど、そういったこれをこう使うとこのキッチン周りに使えますよ、教えてくれる、はい、こう縦に入ってると取りやすいですね。ねえ、はい、うちこれですよ使う皿は上2枚だけです洗って重ねてまたこれです一生出番なしそしてここからはイーヤス春日井のグルメ情報です。1階部分にはこちら春日井食べヤード、フードコートもあるんです。
1階には9店舗が軒を連ねるフードコート、春日井食べヤードが東海地方初登場。大阪発祥で国内だけではなく中国やインドネシアにも展開する焦がしシュークリーム専門店ベイクドマジック。表面を焦がした独特の食感が人気を博しています。さらに岐阜養老に本店があり飛騨牛の名店として知られる丸明が手掛ける飛騨牛カレーの専門店あきちゃんカレーなどが並びますが、中でも注目なのが北海道美唄市で創業80年以上の老舗焼き鳥店が手掛けた鶏の内臓を使った鶏もつそばの専門店。こちらも東海地方初登場のお店です。こちらが鶏もつそば、すごい鶏のもつがたっぷり、中にはわー新刊はー、もともと炭鉱で働いていた方の栄養源として愛されていたというご当地グルメ鶏もつそば。鶏と玉ねぎなどから取った濃いめの出汁、通常のそばよりも太めの麺に合わせ炭火で香り付けした砂肝や金柑といった鶏のもつがたっぷりトッピングされています。麺が一本一本太いので噛み応えがしっかりあります。出汁の旨味、つゆの旨味ともつのしっかりとした美味しさ、でそこに焼き目のこのうまさが相まって、これはいい、かなりスタミナそばですね。もつもうまくてそばも満足度がある、まさにいい明日を迎えるにはこのスタミナそばで迎えたい。よし。さらにフードコート以外にも注目のお店はまだまだ。港区のララポートに続く東海地方2店舗目、フルーツが主役の断面映えなケーキが人気の果実日和や、人気ベーカリードンクの中でも本格志向のラインナップを揃えるドンクエディテなどが出店しています。そしてこちらは東海地方初上陸、つなぎ一切なしの牛肉 100% ハンバーグで人気のお店福屋市。なんかこれ店長すごいレアです。ハンバーグの材料は黒毛和牛と国産牛をブレンドした牛肉 100% のタネのみ、表面にさっと火を通した程度の超レア状態で提供し、お客さんが好みの焼き加減に仕上げるというスタイル。本店のある相模原の地元名物ナンバーワン決定戦 S1 グランプリ優勝など数々の経歴を持つハンバーグはお肉ムースと言われるほどのとろける食感。うわ、ものすごくレアです。表面をしっかり炙っているのでそのあたりはいつものハンバーグの食感なんですが、中からぐちゃーっと出てくる牛のうまみ、まさにレアならではの美味しさ。一口目食べた後から徐々に火が入っていきますので、どんどん焼き加減が変わっていく感じも楽しめるのがいいですね。改めていい明日が来そうですいい明日だけに何度もフォローいただきまして助かります